そしてツイッターに上げてください。はい、よろしくお願いします。それでは最初の曲いきましょう。お願いします。
オリジナル曲デタミネーションオブヘッポコでした。皆さんどうでしたか？初披露でしたけれども、はい、緊張したね。僕らね、いやいやいや、ありがたいですね、本当に。でですね、私たちポップコーン CP は1月8日にですね、解散を、することを発表させていただきました。知ってる方も多いと思うんですけど、はい、そうです、1月8日に近くのバッグビート、はい、解散ライブをするんですけど、で、なんでこのロコフェスに出れるのも来月が最後なんですよね。はい、はい、残念なんですけれども、で、いつもねこうやってロコフェスに出させていただいて、こんなねあったかいイベントないよね、本当に。はい、ね、本当にない。ちっちゃい頃から出させてもらってるんだよね、そうちゃん。6年生からそうで、出させていただいて。これあげてもいいよな、子供に。ね、今何年生？高校2年生です。だから、ね、サワはロコフェスと一緒に成長してくる。そうなんですよ。なんか、うん、そう。ね、本当にありがたいです。ね、皆さんぜひ来月のロコフェスも見に来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとポップコーン CP の告知をしますか。あ、そうですね、はい。じゃあまず12月の10日の花の冬花火っていうね、10日は土曜日なんですけど、うん、はい、山口県の周南市の鹿野総合体育館っていうところで、鹿野冬花火っていうイベントがあるんですけど、はい、そちらに出させていただいて、出させていただきます。で、その次、その次と次の日の12月11日は東京に、はい、初めて、はい、東京初めて行きます。ポップコーン CP、はい、秋葉アイドルフェスティバルに出演させていただきます。はい、で、次は25、アイドル G コレクション、アイドル G コレクション、はい、こちらはミスカラフナイン店です。はい、これこちらのね、アイドル G コレクションは最後、そう、来月で最後なんですよね。はい、で、その次、次の日の12月26日は、はい、クリスタルビル19階のライブジュークで、はい、ここからは見えません。見えません、ここからは。まあでも徒歩、まあ 5分ぐらい、5から10分ぐらいで着くよね。近いね、近い。ライブジューク で、はい、すごい豪華なゲストさんの中でポップコーン CP 出させていただくので、はい、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。ね、ポップコーン CP とたくさん思い出を作りましょう。はい、よし。あ、そう、思いました。26日のライブジュークでのイベントはですね、ゲストさんがたくさん、出演者さん、出演者さんが、出演者さんいらっしゃるんですけど、はい、ね、その出演者さんの CD を受付の時に出したらちょっと割引になるよみたいな、なんであったりするので、ポップコーン CP にね、会いに来てくださる方はポップコーン CP のオリジナルアルバムの1万回の握手を持ってですね、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、以上ですね、ポップコーン CP の告知は。はい、それじゃああっという間になりましたけれども、最後の曲ですね。いやー、寂しい。いや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 、最後の曲もね、めっちゃ大切に歌いますので、はい、よかったら皆さんめっちゃ盛り上がりましょうね。準備はいいですか、皆さん。はい、いっぱい声出していきましょう。それでは聞いてください。だって私は